お世話になります。ヒドリーでございます。剣盾の有料 DLC である冠の雪原、すでに皆さんいっぱいプレイしたことでしょう。いっぱいプレイしたなら嬉しいこと、嫌なことなどのあるあるがあるのではないでしょうか。あるあるが目の前にあるのに、アルゼンチンとアルジェリアでアルバイト中に歩きスマホをしながらある程度のアルコールをアルミ缶で飲んでアルテミスを拝むなんて、私はアルティメット嫌です。なので私は粛々と優しい方たちからあるあるを募りましたので、今回は冠の雪原あるあるをご紹介していきたいと思います。開始直後にスイ君ゲットできて心臓高鳴りがち。冠の雪原をプレイし始めてから30分もしないうちにスイ君と出会うことができ、しかもほぼ苦労もせず簡単に捕まえられてしまうので、序盤にもかかわらず興奮しまくった人は多いことでしょう。私は冠の雪原配信前にダイマックスアドベンチャーでは伝説が手に入ると聞いていて、クリア後要素かなと思っていたのですが、まさかの序盤でいきなりできるとは思いもしませんでしたので、心臓の高鳴りが半端なかったです。心臓が高鳴りすぎてその後は BGM が聞こえずにプレイしたくらいです。嘘です、さすがに盛りすぎました。未発表だったレイスポス、ブリザポスの登場に度肝も抜かれがち。鎧の孤島では配信前に未発表のポケモンだった新ポケモンは一体もいませんでした。冠の雪原では伝説もいっぱい出ることだし、誰もが全く期待していなかったと思います。そしたらまさかのレイスボス、ブリザポスという完全に新規のポケモンで、しかも超かっこいい登場で、しかも純伝説だなんて、しかもバドレックスがまたがってくるなんて、誰もが度肝を抜かれたことでしょう。私は度肝を抜かれすぎて、これだけで冠の雪原の評価は150億満点だと思ったくらいです。ストーリー全般コミカルがち。ポケモンにはどのシリーズでもコミカルな要素は多いですが、冠の雪原ではいつも以上にギャグチックな要素が多かった気がします。まずそもそも全体的に調査というふわーっとしたテーマがあらゆる伝説を捕獲する理由になっているのはちょっと強引な感じで滑稽に思えます。まあこれは伝説がいっぱいいるのでしょうがないとしても、伝説のポケモンであるバドレックスが急に踊ったり、合体するまでもなくまるで人のごとく当たり前のように馬にまたがって操ってたり、馬はタカが人参におびき寄せられてしまったり、ピオニーが行ったりと、全体的にギャグ要素はふんだんに盛り込まれていた気がします。冠雪原の気候は基本寒いですから、冠の雪原はおそらくギャグが滑っているという意味でも寒さを表現し、より寒さを強調したかったのかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。バドレックスへの懐き度上がりがち。冠の雪原が配信される前、バドレックスはキモいだのなんだの言われて評判が非常に悪く、私自身もあまり好きになれませんでしたが、実際に冠の雪原をプレイしてみたらあら不思議。クリア後にはバドレックスが大好きになっていて、私のバドレックスに対する懐き度は一気にマックスになってしまいました。先ほども挙げたコミカルな部分や馬にまたがる名シーンのかっこよさ、人馬一体の見た目の斬新さ、これを目の当たりにして好きになれないわけがないですよね。フリージオと鬼氷が鬼ほど言いがち。冠雪原には名前のごとく雪景色が広がっていて美しいですが、その環境に合ったポケモンを出現させなくてはならないという制作側の制約のためか、四方八方つつうらうら縦横無尽にフリージオと鬼氷が鬼ほどいて、またお前かとなってしまいますよね。ワイルドエリアや鎧島では地形上どんなポケモンが出現しても基本的には不自然に感じにくいですが、雪だと違和感を覚えやすいポケモンは多いですからね。もちろんこいつらだけではないですが、特に雪のあるあらゆるところでポケモンがダブって出現しているので、雪原という舞台設定は氷ポケモンもそんな多くないし大変だったろうなと制作側をいたわってしまうのは私だけではないはずです。大王道道ガチえぐいガチ。巨人の靴底の草むらが生い茂る道では、大王道が次から次へとゾンビのごとく地中から続々と湧いてきて、あっという間に道が埋め尽くされ、大王道道と言ってもいいほどの道が形成され、ガチえぐいですよね。他にも道太くんとか鬼しずくもなどの一切戦う必要のないポケモンが鬼ほど現れて、まるで昔のポケモンの洞窟で一歩歩くごとにポケモンが出現した時代を思い出してしまいますよね。ガラナツリースの場所えぐい、お口がち。ガラルヤドキングに進化させるためにはガラナツリースが必要ですが、それを入手するためにはマップの端の海なりの洞窟の中でも別の離れた位置にあるえぐいくらい奥にあるお口の洞窟に行く必要があります。そんな人なんていなそうな場所におばあちゃんがいて、いくら冠の雪原での目玉アイテムとはいえ、えぐすぎるお口でまるで草
薬の取引をするかのように入手するので、おばあちゃん大丈夫かとつい心配になってしまいますよね。迷う。冠雪原は鎧島と同様に非常に広いにもかかわらず、マップがざっくりしたものですぐ迷子になってしまいますよね。ストーリーで村長を探したり、人参の種を植える畑に行くイベントがありますが、初見では当然地図を覚えていない状態なので迷いまくった人は多いのではないでしょうか。マップを見ながら目的地に向かっていたら、いつの間にか別のエリアに入ってしまったなんて経験をした方は、昔のポケモンの波乗り時の目のクラゲくらい多いことでしょう。特に盗聴トンネルではマップは何の役にも立たず、なのに激しく入り組んでいたり、他にもレジアイスの遺跡はかなり特殊な位置にあったりと、迷わないで行ける人は0人だと今ここで断言させていただきます。伝説捕獲にイラつきがち、冠の雪原のストーリーは伝説ポケモンを調査という名目で捕獲しまくるのがメインですが、捕獲するべき伝説ポケモンの数が多い上に一体一体の捕獲率がしっかりと低く設定されていて、全然捕まえられず非常に苦労しますよね。眠らせたりしたところでパッと捕まえられるわけでもなく、すぐ起きるし、峰打ちをやるにしても1回で体力1までは削れないので、ターン数がかかるし、ターン数がかかりすぎるといくら強い自分のポケモンでもやられるし、体力の回復もしょっちゅうしに行くわけではないので、いつの間にか味方全員が瀕死になりかけてるしと、このようなことが積み重なり、イラつきすぎてコントローラーをへし折って煮て食べて代弁したくなったのは私だけではないはずです。山頂のフリーザーだけ入手に手こずりがち。山頂の入手方法はいずれもかなり特殊でかなり厄介なんですよね。ただサンダーは早いですが、しつこくやってればいずれ追いつきますし、ファイヤーも最初は遠くにいて戦えないなと思いつつも適当に移動してれば戦えますし、こいつらなんとなくできると思うんです。ただフリーザーだけは恋がするのにそもそも見当たらないし、いたと思ったら崖の外に飛んでいき、え、そっちへついていけないよってなるし、ようやくご対面できたと思ったらルーレットが始まって間違えてしまい消えちゃうし、もう一度やり直そうとしたらまたいなくなってるしって感じで、初見の時はまあ手こずるんですよね。え、私だけバカだから手こずっているわけではないですよね。伝説があられでやられがち。伝説捕獲の中でもひときわ大変なのが天候があられの状態での捕獲ですよね。峰打ちもできないですし、だからといって体力を削らなかったらターン数がかかりすぎますし、捕まえられなさすぎてしまいにはあられだけで伝説がやられてしまうという経験を誰もが一度はしたことがあるのではないでしょうか。伝説なのにあられでやられるというのはちょっとダサくて笑えますが、捕まえるこっちからしたら大迷惑ですよね。しかもあのフリーザーがガラルの姿だと氷タイプがないですから、あられを食らってしまうんですよね。一応名前はフリーザーと思いっきり氷タイプなのにあられを食らうのは情けなさすぎて微笑ましくなりますよね。ただ実際あられでやられてしまったら微笑みを忘れてブチギレしてしまうんですけどね。展示文もだけ。冠の雪原が配信される前にはレジ系の遺跡の中で展示の上を走っているような PV が印象的で、きっとまたルビサファ時代みたいにいろいろ考えて仕掛けを解くんだろうなと誰もが思っていたことでしょう。冠の雪原では確かに入り口で仕掛けはありましたが、単発的でなんかちょっと違うなと感じた人も多いのではないでしょうか。でもまだそれはいいとしても、遺跡の中に入ったら地面に展示が書かれていて、なんとなく全部踏んだらあれ解けちゃったってあっさり解けてしまった人は多いでしょう。冷静に考えればルビサファ時代とそんな工程が大きく違うかと言われたらそうではないんですが、少なくとも私は展示踏むだけと思ってしまいました。まあそう感じるのはただ私が大人になったからかもしれませんけどね。レジスチルの仕掛け無理ゲーがち。先ほど展示踏むだけと言いましたが、唯一レジスチルの遺跡の仕掛けには苦労した方が多いのではないでしょうか。レジロックは文字通り変わらずの石を使えばよく、レジアイスはちょっと迷うかもしれません知れませんが、当てずっぽうでフリー城にたどり着けると思います。ただレジスチルは早寝の巨人を呼び起こす音を響かせよとあり、これを一発で指笛だと判断するのは無理ゲーですよね。早寝とあるので、私は鋼タイプのポケモンを用意したり、連れ歩きの状態で話しかけて鳴き声を出させたりしてました。指笛はそれほど使うものでもないし、鋼の巨人を呼び起こす音ってもっと特殊な方法って思うじゃないですか。っていうかあんな行々しく文言が書かれていますが、指笛は他のポケモンも普通に反応するんですから、レジスチルも普通のポケモンと一緒かいって感じちゃいますよね。あと鋼の巨人っていう部分には全く何の意味もないので、
ケモンを呼び起こす音を響かせよとかにしてほしいですよね。足跡の正体に萎えがち、冠の雪原の中でもかなり面倒な方のイベントで足跡を探すイベントがありますが、完全に未発表だったレイスポスブリザポスが登場したこともあり、これは新しいポケモンが来るんじゃないかという期待が頭をよぎりましたよね。しかし必死に時間をかけて全ての足跡を見つけた後に、いざ出現場所に行ってみると、そこにいるのはコバルオン、テラキオン、ビリジオンの面々。こいつらは冠の雪原の少し前に解禁されていて、過去作から送ってきたばかりで、そんな懐かしい感じもせず、特にムービーとかもなく、普通の野生のポケモンのようにただいるだけなので、レア感もなく、その正体に気分が萎えた人は多いのではないでしょうか。まあ最初に鉄心ポケモンとかソニアが言っていたにもかかわらず、知識がないために変な期待をしてしまった私がいけないんですけどね。カレーケルディオでワザップジョルノ想起しがち、冠の雪原で最も話題になったことといえば、コバルオン、ビリジオン、テラキオンを入手した状態でカレーを作るとケルディオが現れるということです。これはデマのような手順のため、ワザップみたいだと騒ぎになり、社会現象にさえなりかけました。実際私の動画のコメントでも、この3匹を手持ちに入れてキャンプのカレー作るとケルディオ出るらしいので、それを動画にしてほしいですというコメントに対して、ワザップと、まるでデマの代名詞のようにワザップという言葉が使われていて、臭すぎて、私はデフだからフィールド魔法草原を発動してました。確かに奇妙奇天烈な入手方法で、こんなたやすく幻ポケモンが手に入るのは真実だと分かってからも、私はしばらく現実だとは思えませんでした。伝説系の伝説感、規約勝ち、これは今に始まったことではないですが、冠の雪原では全ての伝説のポケモンが手に入り、実際ストーリーとダイマックスアドベンチャーでかなりサクッとハイペースで手に入れられます。しかもコバルオンとかケルディオとかは普通の野生のポケモンのごとく出現するし、コスモモックとかベベノブとかは普通に進めれば流れでついでみたいな感覚で入手できるので、かなりありがたみが薄れているかと思います。もちろんそれが必ずしも悪い点というわけではないですが、タイマーボールをいっぱい使ってようやく手に入れた愛着のあるレベル45のグラードンを興奮しながら四天王で使って戦った記憶があるので、それを思うとなんだか少し寂しい気もします。単に私が老眼になっただけなのかもしれませんけどね。あと先ほども触れましたが、ブリザポス、レイスポスは人参におびき寄せられてしまってちょっと間抜けな感じがあったり、バドレックスはコミカルな上にやたらと会話したりと身近な印象があって、そういう意味でも伝説感が薄れた気もします。まあでも芸能人に対する YouTuber みたいな感じで、今までは神格化されるような遠い存在の芸能人が人気でしたが、今より身近な親近感のある YouTuber も求められるようになっていて、伝説ポケモンも今の時代に合わせてデザインされたのかもしれないですね。ガラルスタートーナメントって何？伝説のメモをピオニーに渡した後、ダンデから電話がかかってきて、ガラルスタートーナメントのイベントが始まりますが、特にやる必要性がないので放置している人は多いのではないでしょうか。私もメインロームでさえ手をつけておらず、ガラルスタートーナメントって何？状態です。こんな感じなんで、ガラルスタートーナメントはまるで鎧の孤島の時の縛り組手のようですね。鎧島が空島化しがち、冠の雪原が配信されてからはダイマックスアドベンチャーという超やり込み要素があったりするためか、鎧島にはよほどのことがない限りは行かなくなりましたよね。対戦勢の方でも預かり屋やショップに行くなら本土でしょうし、大スープや教え技もそんな頻繁にやることではないので、きっとそれほど鎧島には行ってないと思います。行かなすぎて鎧島の存在自体が伝説のように感じて、鎧島はまるでワンピースの空島みたいな感覚になってしまいますよね。リジェクト。冠の雪原にも登場できなかったポケモンたちに思い馳せがち、有料 DLC は今のところ鎧のこと冠の雪原しかなく、未だ次回作以降は発表すらされていません。このような状態でもまだ登場できてないポケモンはたくさん存在して、例えば月光牙とかピジョットとか我らがバネブとかです。不人気だから残されているというわけではないものの、なんかかわいそうにも感じますし、単純にいないことが寂しいとも感じます。というか登場しない奴らに対してどんな思いであったとしても、ポケモンファンだったら思いを馳せずにはいられないのではないでしょうか。結局重要なのは友達。これは剣盾鎧のことをあるあるの動画でも言っていますが、それでもやはり冠の雪原でも友達は超重要だと思います。ダイマックスアドベンチャーではオンラインなら一つの
ロムでも全部伝説を手に入れられますが、私はマックス鉱石を999個集めるまでプレイしても全部は手に入れられませんでしたので、友達がいないと入手は相当に困難です。レジギガスも全レジ系を入手しないといけないので、ほぼ確実に友達に相当する手段が必要です。このような仕様になっているのは決してビジネス的な側面、つまりお金儲けのためではないと思います。なぜならゲームフリークの企業理念が次の通りになっているからです。良質な遊びを継続的に作り出すことによって、世界中の人に楽しさ、面白さ、発見を、そして勇気と希望、優しさ、夢、冒険心を提供していきます。つまり冠の雪原を通して人とのつながりを促進して、ゲームからだけでなく人を通じてという意味で楽しさや優しさ、夢を提供しようと考えているから、友達が必要な仕様になっているのかもしれませんね。